しいですね。 Your vision, our future. Olympus. さて、長野県白馬村のスキー場にオーストラリア人の姿が急増しているのをご存知でしょうか。この人気はなぜなのか緊急取材しました。北アルプスに抱かれた長野県白馬村、暖冬といわれる今年も美しい銀世界が広がる。しかしその白馬にも異変が生じている。 Akuba is good. People are very nice. I like it. The slopes are very good. Compared to Australia, it's unbelievable. There's onsen here. It's very important to have onsen. and we wanted to see the Japanese Alps. 白馬には今オーストラリアなど外国からのスキー客が押し寄せている。平日のスキー場には外国人の姿が目立つ。そして場内のアナウンスでは、放送も英語で行われる。街中にも英語で書かれた看板がいっぱい。食事にも困らない。中にはジャパニーズファーストフード、たこ焼きの屋台まである。さながら外国の街のようだ。村の観光局によると、一昨年の外国人の宿泊は延べ35,000人、半数が韓国人、2割をオーストラリア人が占める。今シーズンはその数が 50% 増える見通し。 Cheapest one in Japan, and it's, I heard there's good snow here. A lot more powder and much deeper mountains. It's easy to come to Japan, it's not so far, and it's a good price.長野オリンピックの会場にもなった白馬は、日本中からスキー客を集めてきた。しかし現在は斜陽。15年前のピーク時には280万人いたスキー客は、半分以下の130万人まで減っている。危機感を感じた白馬村では、外国人スキー客の獲得に乗り出した。照準は南半球のオーストラリア。雪質の良さ、時差がない、欧米よりも近くて安いなどとアピールした。仕掛け人は白馬でホテルを経営している渡部さん。外国人の人が楽しめるリゾートになってもらって、それをやはり日本人の方もですね、共有して楽しんでもらえるように、白馬の環境が整っていくと願ってますけど。宿泊施設12軒が集まり、一昨年外国人獲得を目指す団体を結成。国のキャンペーンの補助金などを受け、オーストラリアまで売り込みに行ったことも。外国人スキー客の獲得作戦には前例がある。北海道のニセコや富良野では、すでに多くのオーストラリア人がスキーを楽しみに来ている。北海道に比べ認知度が低かった白馬だが、ネットや口コミで人気は徐々に広がっている。最近では外国人がペンションを購入するケースもある。オーストラリアメルボルン出身のトニーさんもその一人。去年9月にペンションを購入し、オーナーを務める。 The Japanese locals have helped us extremely so much. Just, yes, all the time they're helping us. 去年12月のオープン以来、7つある部屋はすべてオーストラリアからのスキー客でいっぱい。3週間先まで予約で埋まっている。白馬一番。 And I can enjoy my bed. 部屋は買い取った時のまま。ジャパニーズスタイルが大好評だという。 Definitely, we're actually looking at other acquisitions at the moment. So, yes, we definitely want to buy more property here in Hakuba. スキーを中心にですね、一年中楽しんでいただける自然環境があると思ってますので、それを外国の人にも知っていただければ嬉しいなと思いますけど。地方が元気を失っていると言われる今の日本で、白馬は地方再生の光となるか。白い馬は世界に駆け出そうとしている。去年4月に施行された障害者自立支援法により、サービスの利用中止や抑制する障害